来月5日に開幕する高校野球選手権神奈川大会。今日は3年前の夏ベスト8に入り旋風を巻き起こした横浜青陵高校です。第2シードで迎える初めての夏、再び青陵旋風を巻き起こします。横浜創学館など私立の強豪を倒し、春の県大会で唯一公立でベスト8に入った横浜青陵。まだまだその自分たちとしてはベスト8っていう結果では全然満足してなくて、もう試合終わった後すぐ戻ってきて課題出したりしてっていう感じで、あんまその満足っていう部分はあんまりないかなと思います。手応えはもちろん秋に比べたらあったんですけど、まだまだ夏に向けてやんなきゃいけないことが多くあるなって感じました。目標はあくまで3年前の夏に残した最高成績ベスト8ではなく、甲子園で勝つこと。もう今日の練習もそうですけど、全部1年間夏の大会の準備をするという意識で日々に臨むことかなと。練習でのこだわりは1への執念。1打席目、1球目、試合で勝つためにチームが掲げている取り組みです。自分高校の2年生の夏まではオーバースローだったんですけど、秋から全然通用しなくなってしまって、やっぱりそういう時にアドバイスをくれてサイドスローになれたので、やっぱ困った時にアドバイスをくれる、先を見せてくれる存在です。3年前野原監督の野球を見て横浜青陵への入部を決めた3年生は登録メンバーよりも多い25人。これでじゃあ例えばこの学年の入学式の日に佐藤部長の方が、もう高校野球っていうのは夏は20人だからもうこの日からその競争は始まってるっていう話をしてくださって、そのおかげで本当に競争っていうのがこの学年は3年間あったし、その結果春の県大会ベスト8へと導いた2人がチームのダブルエースに成長。もともと自分は決め球がなくて強い変化球がなかったんですけど、サイドに変えたことで、曲げやすくなったって、強い変化球が何個かできました。自分の持ち味はどんな場面であってもその冷静で入れるっていう、そのメンタルの面はすごい武器だと思ってて、マウンドでも打席でも一緒なんですけど、どっちでも自分もある程度結構冷静に入れるので、やっぱその冷静なところでが結構武器かなって思います。人数が多ければ多いほど競争し合って、その両方うまくなったりして、チームのレベルとしてもすごく上がってくるので、そこが一番この学年で大人数で一番良かったところかなって思います。競争から生まれた3年生の絆はチームの強みへと変わってきました。僕が彼らに言ったのは、数が力になる学年にしてほしいということは伝えましたね、はい、人がいる分それが戦力になり勝ちにつながるような学年にしてほしい。小松っていうんですけど、春の大会前に相手のピッチャーのフォームとかを真似したりして、なるべく同じような形で、それも毎日毎日肩も痛いとか言いながらも投げてくれてて、そこは本当すごく感謝してて、そのおかげで勝てた一勝もあったので、すごくそこは感謝してますね。白井っていうトレーニングリーダーなんですけど、そいつには本当にトレーニング中も励ましてもらったり、自分ができないなと思った時でも声かけてもらってプラス1ができるので、白井には本当にこの冬かけて本当に感謝してます。それぞれが自分自身の役割に誇りを持ち、一生懸命の思いでこの夏に挑みます。入れなかったやつの分も、もう自分は頑張って夏そいつの分まで勝ちたいと思います。無失点でこの大会を終えるっていうことで、甲状腺でも点を取られて、大事なところで点を取られて負けてしまったので、夏では点は取られないように無失点でいきたいなと思ってます。
自分たちチームとしてはチーム力としては負けない、どこにも負けてないと思っているので、個人としての力をしっかりつけて夏に臨みたいなと思っています。地にこだわる横浜星稜、注目したいですね。そうですね。 TVK では来月5日の開会式から球児たちの夏を連日生中継します。保土ヶ谷球場で行われる横浜星稜の初戦も9日にお送りします。そして来週は去年の甲子園覇者慶応義塾を特集します。お楽しみに。